フランス風序曲、またはフランス式序曲とは、バロック音楽で幅広く用いられた楽曲形式を指す。17世紀のフランスのバレエやオペラの開始に用いられた形式で、ルイ14世の宮廷に仕えた作曲家、ジャンバティスト・リュリによって、早朝な普天リズムによる開始部分と、それに続く早い風画風の部分という対照的なに、 部分による構成が確立された。この形式は、その後コンセールのような還元楽曲の冒頭にも用いられるようになった。この形式はドイツなどにも伝播し、組曲の冒頭に、前奏曲代わりに、フランス風序曲形式を取り入れた楽曲が流行した。シェンバローやオルガンなどの気楽曲、オラトリオ・カンタータ等の声楽曲などにも広くこの形式が用いられた。 当時はオーバー,ーチは、序曲といえばすなわちこのフランス風序曲の形式を指し、イタリア風序曲形式、または自由な形式による、前奏曲とは俊別されていた。ただし、オラトリオのような宗教的な作例においては、明らかに、フランス風序曲形式を取りながら、シンフォニアと称している場合もある。いかにもフランス風宮廷接続音楽を連想する、五感を持つ、 オーバーチュアの故障を避けて、イタリア協会音楽の監修に従ったものと思われる。フランス風助曲を持つ組曲全体をオーバーチュアと呼ぶこともある。最も基本の構造は、緩やかなテンポのグラーベ部分と、速いテンポのビバーチェという間、球の2部分により構成される。グラーベ部分を2回リピートした後、ビバーチェという形式が最もシンプルで、 より本格的な形式では、その後冒頭のグラーベを、再現的に変装した第2位グラーベが来て締めくくる三部形式となり、またさらにその後ビバーチェ第2位グラーベと繰り返す場合も、ある。ただし、ビバーチェと第2位グラーベを繰り返すか否かは、ある程度演奏者の選択に任されるため、同一曲でも機械によって異なる演奏がなされる、場合がある。模式図 GGV。G G G1G1VG2 G1G1VG2VG2 グラーベは二拍子系で早朝な普天リズムを特徴とする。ビバーチェは三拍子または複合拍子で模倣を用いた風画的な形式をとる。それに加えて競争曲に似たリトルネロ形式を取り入れる場合もある。特に当時イタリア音楽と フランス音楽の摂取融合が広く行われた、ドイツの楽曲にはしばしば見られる。フランソワークープラン、新しいコンセール第4番、劇場風のコンセールなどハット JS バッハは、独創用の作品にもフランス風序曲の形式を用いており、チェンバロのためのフランス様式による序曲やパルティータ、オルガンのための前奏曲変補調調、 西安 BWV532 から1のほか、無伴奏チェロ組曲、第5番波端超 b w v 1 0 1といった作品がある。またゴルトベルク変奏曲の後半部分の開始に、小規模なフランス風序曲を用いている。ヘンデルのオラトリオ、メサイア冒頭シンフォニアなど、ハット JS バッハのカンタータ第110番、第119番の冒頭曲は、典型的な、 フランス風序曲形式を取り、ビバーチェ部分に合唱が加えられている。前景、ヘンデル、メサイアの冒頭シンフォニアが、恒例、ヘンデル、水上の音楽、前景、メサイアの冒頭シンフォニアなど、ハット JS バッハ、還元楽組曲の第1番序曲は、合奏競争曲的、トリオソナタ形式、同、第2番は、独奏競争曲的形式を取り入れた恒例。 ありがとうございます。